日本人バイカーに詰め寄られた彼はビビりながら視聴者にやれと言われただけ、ただの冗談と言い訳を連発する様子が注目を集めています。 This guy here, oh my god, he is really sucks. Stupid, very disrespectful. You are not in your country, you go home. Konbanwa minasan, Batsam desu, Katmimi desu. DKR channel へようこそ。Philippine から今回は That's why foreigners are hated. Foreigners are furious at foreign YouTubersWho threatened passengers by calling out Hiroshima, Nagasaki on the train? And what is the end of that foreigner? Nihando shimasu. Channel no korejito. Sore da wa sasuko. Hajime masho. 今回はだから外国人は嫌われるんだよ。電車内で広島、長崎、トレンコ市乗客を威嚇する外国人 YouTuber に海外が激怒。そしてその外国人の末路という話題です。Oh, it's another, yeah, another. G7 首脳一同が揃って原爆犠牲者に祈りを捧げる歴史的な瞬間を多くの人々が見守る中、SNS ではある迷惑動画が物議を醸しています。問題視されているのはチャンネル登録者数4600人の外国人男性 YouTuber によるライブ配信動画で。18日頃からツイッターに転載され拡散している。この YouTuber は日本を訪れていたようで、電車内で座っている乗客に英語で広島、長崎を知ってるか、なぜ原爆で日本人が死んだかわかるか、真珠湾攻撃のせいだよと質問し始めたのだ。 YouTuber が座っていた場所の窓には牛込神楽坂と駅名が反転して映っていたことから、乗っていた電車は都営大江戸線と推察される。その後も YouTuber は他の乗客をカメラで映しながら大きな声で広島、長崎、また原爆を落としてやるぞなどと言い放っていた。そんな中、 YouTuber から執拗に話しかけられていた男性がかけていたメガネを外し立ち上がる。すると一連の様子を見ていたテキサス出身の韓国系アメリカ人が割って入り、YouTuber に「どこの出身？態度がひどすぎるよ」などと話しかけいさめた。しかしそれでも YouTuber は「朝鮮戦争でお前らに何が起きたか覚えてるか」などと挑発をやめなかった。実際の映像がこちらです。So that's the video.Dayo pa talaga dun eh. この映像が海外掲示板に投稿されると1万件を超えるコメントを集め、怒りの声が殺到していましたので一部をご紹介します。こんなのに広告費払ってる企業がいんのか、マジでふざけんなよ。自分のことアメリカ人って言ってるけど発音おかしくない？ソマリア人かと。
日本までわざわざこれしに行ったわけ？自分を受け入れてくれた国に対して泥を塗るような真似をするとか、常識なさすぎでしょ。日本人が親切でよかった。アメリカで同じことしたら即顔面蹴られてたよ。いや、日本人は静かに行儀よくしてるのに、なんでお前らはこうやって問題を起こしに行くかな。知性や心に問題を抱えてるんでしょう。I think for views? そうでなきゃこんなことできない。 Maybe for content? For content? For money? テキサス人かっけ。これが差別でないなら何が差別だ。日本政府は彼を国外追放にしてもいいと思うの。わお、なんてゴミみたいなやつなんだ。日本の警察はこの愚か者を捕まえてくれよな。見つけるのは難しくないはずだから。バカを有名にするのはやめてくれ。僕はアメリカ人で東京で2ヶ月間過ごした今まで会った中で一番親切な人たちだったよ。録画しているやつは 1000% クソだ。テキサスから来た彼を愛してる。だから日本は外国人が嫌いなんだよ。実はこの YouTuber には続きがあり、これがそのツイートです。日本の電車内で人々に嫌がらせをするライブストリーマーのツイートがツイッター上で拡散したのを見た日本のバイカーは、彼を実生活で認識し、彼と対峙し、広島と長崎について彼が言ったことを繰り返すよう求めた。実際の映像がこちらです。日本人バイカーに詰め寄られた彼はビビりながら、視聴者にやれと言われただけ、ただの冗談と言い訳を連発する様子が注目を集めています。そんなノーマナー外国人の末路に海外からは多くのコメントが寄せられていましたので、一部をご紹介します。日本は本当に平和な国だな。日本人はリスペクトがありすぎる。リスペクトするだけでは足りないこともあるんだよ。彼は国外退去か逮捕にすべきだね。これを待ってました。原爆は彼が発明したものでも、戦争に参加したわけでもないのにね。この地震はどこから来るんだろう。日本のやり方が正しいね。流入を最小限に抑え続けてくれ。この配信者はホだよ。バイクの人に殴ってほしかったのに。日本は素敵な人だらけの本当に素敵な国なのに、こういう連中は逮捕してソーシャルメディアから追放すべきだよ。尊厳のために立ち向かった日本人はよくやった。 BLM は本当にジョークだよ。アジア人に対するヘイトはやりまくってるのに。黒人の方がアジア人よりフィジカルで勝ってるのにね。くだらない映像は撮影するのに喧嘩はできないとか腰抜けだな。日本はアメリカと違って証拠がなくても21日間勾留できるんだよ。警察の取り調べ中は弁護士も同席できないしね。刑務所を楽しんでね。強そうな相手が来た途端にビビってるのかよ。根性はどうした。誰かが彼の本名をリークしてたよ。アリゾナ出身だし、彼の YouTube チャンネルに本名を投稿してるけど、彼が消し続けてるよ。偽ワルなんてこんなもんだよ。実際に誰かが向かってきたら急にチキンになる。ツッコミどころが多すぎる。他人に迷惑をかけることを面白いことだと思う人たちをどう呼んでいいのかもわからない。
リスペクトと名誉の文化だから日本人は仕返ししてこないと思ってるけど、日本の歴史をよく分かってないね。日本人はめっちゃ愛国心が強くてマジで後悔することになるよ。俺がこいつのケツを蹴る役にボランティアするよ。こうやってリスペクトがないから差別されるんだよ。 Kick the his ass。 自業自得だね。彼を見るような視聴者も同類なんだな。I'm actually out of words to say because of disappointment on this YouTuber who did this kind of issue, let's say, because it says in the video that he was paid to do it. You should not joke or accept money for this matter because it's too sensitive. Yes. Yeah. What do you expect with idiot YouTubers? Okay, sorry for the word, but they are really idiots. This is the reality nowadays that some YouTubers making bad kind of contents just for views and money. And that's for sure. I think. Like here in Philippines, we have also YouTubers like this guy who is making a scene in public, you know, just to gain popularity and views for money. Even though many people are bashing, they don't care about it. They like the bash because they make money from bashing. And as they've said, the more you bash them, then the more money they would get. But this one is really below the belt. This is unacceptable. You're making the YouTube industry, or let's say social media industry, so dirty. Yeah. You know, there are a lot of aspiring YouTubers, small YouTubers like us, who wants to prosper in this platform. We don't want to, you know, ruin the image of YouTubers. But this guy here, oh my god, he is really sucks. Stupid. Oh my god. Using the very sensitive part of the history is really unacceptable. He should be penalized for doing that. Banned. Yeah. Too. Because it's very disrespectful. You are not in your country. You go home. And even in America, many black Americans are sometimes intentionally killed Asians, especially women. Those racist black Americans punch Asians. What's your problem? Yeah, this is really so sad and really too sensitive. Yeah, I'm mad. ありがとうございました。